サーブを打つ錦織、0P、写真を拡大、テニス、ウィンブルドン、5日、日本時間6日、ロンドン、男子シングルス2回戦よ。第28位の錦織圭、28位イコール日清食品、が、四大大会本戦自身最多の24本のサービスエースを叩き込み、芝の難敵に競い勝った。184位と世界ランクを落としているが、11年ベスト8で、最高17位にまでなったトミック。オーストラリア、を2位の6、6の3、7の6、7の5の4セットで振り切り3回戦進出だ。この1勝で、大会15勝目。佐藤二朗を抜いて、日本男子単独最多となった。直線的な球を、矢のような勢いで打ってきたかと思えば、全くの勢いがない死に球が飛んでくる。トミックのスタイルは、芝の球が弾まない特性を活かしたプレーで、錦織は、分かっていながらも手を焼いた。どっちに転んでもおかしくない展開だった。危ない場面も何度もあった。第3セットの 4-5 での第10ゲーム。2本連続のセットポイントを握られたが、3本のサービスエースなどで逃れた。今日はサーブに救われた部分はあった。ファーストでエースだったり、エラーを引き出せた。その第3セットをタイブレークで奪えたのが大きかった。課題と言われているサーブは、錦織自身もいろんな工夫を凝らしている。今大会から、第2サーブになった時、ボールボーイから球を受け取るやり方に変えた。前までは、第1サーブの前に、2個球を受け取り、1個はポケットにしまっていた。変えた理由は、1球入魂です。実は、第2サーブで、ボールを受け取るのがめんどくさくなる。だから、なるべくファースト、第1サーブを、入れたいと思う、のが、正直な理由だ。それだけ、なんとか第1サーブを入れようと考え、この日は 64% が入り、自身最多の24本のエースにつなげた。次戦は、テニス界の悪童キリオス、オーストラリア、が相手だ。対戦成績は錦織の3戦全勝。しかし、今大会、4番目に速い時速222キロのサーブは、芝では脅威だ。何せサーブがすごい。攻略できるかわからないが、自分のサービスゲームをなるべく集中してやらないと勝てない。